両チームの選手が入場してきました。ミッドウィーク水曜日のナイトゲームです。狙っているアレクサンドエグです。伊藤ワンタッチ、いいテンポで運んでいく、シュートだー、素晴らしいミドルシュート出ていきました。このダイレクトのくさびのボールの連続ですよね。ダイレクトプレー、このセンターサークルの幅しか使ってない攻撃でしたよね、はい、中央抜けていった、シュートだー、先制に当たった、松田が入っていきました。前半の終盤に新潟先制、相手の逆をついて、でこのスパスタッチですよね、松田のタッチからシュートまでも非常に速かったですよね。つながる、今度は中が空いた、伊藤チャンスだ、かわしてシュート、左に外れた、奪って奪ってモレラとスプリント、ビスマルクも行く、うまくコントロールして中に入っていった、モレラと、モレラと止めた、こぼれた、詰めますが新潟のブロック、新潟ボール、水戸4対3、新潟数的優位、水戸狙った、大きな追加点、新潟後半から入った、水戸今シーズンの初ゴール、相手の選手が水戸がドリブルするスペースを空けましたよね。で最後は思い切ってこう膝下でこうミートするような、振り抜くというよりは膝下でバシッとミートするボール蹴り込んだっていう感じですね。最後はこうあれですね、看板を、追加タイム4分台に入って試合終了のホイッスル、新潟今シーズン3度目の連勝、4月に入っての負けなし、うん。